イタドリ。イタドリ、イタドリ、イタドリ、ファローピア・ヤポニカ、とは、タデカの多年生植物。別名は、スカンポ、イタンポ、ドングイ、スッポン、ゴンパチ、エッタン、ダンチ。ただし、スイバオスカンポと呼ぶ地方もある。北海道西部以南の日本、台湾、朝鮮半島、中国に分布する東アジア原産種。日当たりの良い、道端、土手、 山の荒れ地など様々な場所で生育でき、至るところで見られる。やや湿ったところを好む上、格乱を受けた場所によく出現する先駆植物である。谷間の崖崩れ跡などはよく集まって繁茂している。これは太く強人で成長の早い地下系によるところが大きい。世界の侵略的外来種ワースト百選定種の一つでもある。世紀には、 フィリップ・フランツ・ホンシー・ボルトによって干渉用としてヨーロッパへ持ち込まれて外来種取り、特にイギリスでは旺盛な繁殖力から在来種の植生を脅かす上、コンクリートやアスファルトを突き破るなどの被害が出ている。2010年3月、イギリス政府はイタドリを駆除するため、天敵のイタドリマダラキジラミを輸入することを決める。一面に花が咲いていると、 多くの昆虫が集まる。秋に昆虫が集まる花の代表的なものである。また、冬には、枯れた茎の中の空洞をありなどが、冬眠用の部屋として利用しているのが見られ、イタドリハムシは、成虫も幼虫もイタドリの葉を食べる。草丈は1.5メートルほどになる大型の多年生草本で、肥沃な土地では高さが2メートルほどまでなることもある。春。 竹の子のような赤鉱色の新芽が地上から生える。茎は中空で若い時は鉱子点があり、多数ある節には膜質で鞘状の卓葉があり、その構造はやや竹に似ている。葉は五星で甲卵形で先が尖った葉を交互につけ、特に若いうちは葉に赤い反紋が出る。私有一種で夏から秋にかけて7から10月頃に開花する。花は おしべが花びらの間から飛び出すように長く発達しており、花弁は尾花よりも芽花の方が大きい。また、白い尾花はすぐに枯れ落ちる。夏には、溶液と枝先に白か赤みを帯びた小さな花を多数つけた花状を出す。特に花の色が特に赤みを帯びたものは、ベニータドリ、明月草王と呼ばれ、本種の足として扱われる。芽株には、 三量ある果実ができ秋に熟する。種子には三枚の翼があり、風によって散布される。そして春に芽吹いた種子は、地下茎を伸ばし、各所に芽を出し、群落を形成して一気に成長する。若い茎は柔らかく、春頃の講師食で、竹の子状の新芽は食用になり、根材から折り取って採取して皮を剥き山菜とする。また、柔らかい葉も食用にされている。 新芽は生でも食べられ、ぬらめきがあり、珍味であると形容されている。かつては子供が外皮を剥いて、酸味を楽しんだ。この酸味は、周酸で多少のえぐみもあり、そのまま大量摂取すると下痢を起こす原因になり、健康への悪影響も考えられ注意が必要となる。山菜として取った新芽は外皮を取り除いて生殖するか、軽く湯通しして、 十分に水分を切ってから油炒めにして醤油、塩、胡椒で味付けしたり、短冊状に切って、肉や魚などと一緒に煮付けにする調理法で食べられている。また、塩漬けにして保存し、食べる時に水にさらして塩抜きして食べられている。高知県では板ずりとも称され、皮を剥ぎ、塩もみをして炒め、砂糖、醤油、酒、みりん、ごま油等で味付けし、 鰹節を振りかける等の調理法で食べられている。和歌山県では、ゴンパチ、兵庫県南田田市では、団児と、それぞれ称され、食用にする。新芽を湯がいて冷水にさらし、麺つゆと、一味唐辛子の出汁に半日ほどつけ、純菜のようなツルツルとした食感がある。秋田県では、刺しボと称され、水煮にして、味噌汁の具に使ったりする。岡山県では、最人口。 シャジガッポ、シャポンなどとも称される。山菜として本格的に利用する時には茹でて水にさらすことでアク抜きをするが、そうすると爽やかな酸味も失われてしまう。高知県では苦汁や苦汁成分を含んだ嵐塩で揉む。こうすると苦汁に含まれるマグネシウムイオンとシュウ酸イオンが結合し、不要性のシュウ酸マグネシウムとなる。その結果、 周酸以外の有機酸は残したまま周酸だけを除去できる。根にはアントラ機能に誘導体のポリゴニンを含み、加水分解することで、エモジン、エモジンメチルエーテルなどを生じる。これら成分が緩やかに下痢を起こす、肝、下作用、月経不順を整える、通経作用、尿の出を良くする、利尿作用として働く。薬効は、肝下、利尿、通経。 上州便秘、膀胱炎、膀胱血石、月経不順、産後のおろに紅葉がある上で、老人や婦人にも安全とされ、民間では歓迎薬として用いられている。冬になる10から11月頃、地上部の形容が枯れた頃に根茎を掘り上げて採取し、水洗いして、展日乾燥させたものは、古城根という気薬になる。便秘や月経不順には、 イタドり根をついた治療5から15グラムを500から 600cc の水で半量になるまで煎じ、食感3回に分けて服用すると良いとされている。また、肝臓と一緒に煎じて、咳を沈めるために利用された。若葉を揉んで、すり傷などで出血した箇所に当てると、多少ながら止血作用があり、痛みを和らげるのに役立つとされる。 痛み取りが喧嘩して名付けられたというのが通説で、これが、痛取りという和名の由来になっている。痛取り根を取るための栽培は、丈夫で、土地を選ばないので容易であるが、切断した根からも発芽し、駆除が困難なため、露地栽培はしない方が良いとの見方がされている。なお、生薬となる、古城根、痛取りの根。指定については茎も該当。 厚生労働省が定める、もっぱら医薬品として使用される、成分本質、原材料リストに収録されており、医薬品ではないサプリメントでは用いれなくなっている、事情が存在する。なお、わかめについては、医薬品的効能効果を標榜しない限り、医薬品と判断しない、成分本質、原材料リスト収録されている。イタドリの根は、レスベラトロールを比較的多く含み、 海外では廉価なレスベラトロールサプリメントの材料として用いられているが、日本ではこの事情により、イタドリの根、茎を用いた医薬品ではないレスベラトロールサプリメントは違法の扱いとなっている。戦時中、タバコの葉が不足した時にイタドリなどを代用用としてタバコに混ぜた。インドや東南アジアではイタドリの葉を巻いたものを葉巻きの代用とする。 イタドリに寄生するイタドリムシは釣りの一系として使われる。イタドリには変種、亜種が多く、鉱山には花が紅色の紅イタドリ、明月草や不入りの園芸種もある。北方にはイタドリの一種で禁煙種にあたる大イタドリがある。昔の子供の遊びとしてイタドリ水車がある。切り取った茎の両端に切り込みを入れてしばらく水に。 さらしておくとタコさんウィンナーのように外側に反る。中空の茎に木の枝や割り箸を入れて流水に置くと水車のようにくるくる回る。タデカのイタドリや水場は別名をスカンボ、水場と呼称し、北原白州の同様に水場の咲く頃がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。